ょっと自然光でのすっぴんは見るに耐えないんですが、何来たの？おはようございます。恥ずかしいの？今起きたばっかりでメガネの跡もここにがっつりついてる。恥ずかしい。今小亜美さんに朝ごはんを食べさせようと思ったんですけど、ご飯食べるって聞いたらいらないって言うんですよ。結構食べるのが好きな小亜美さんなんですけど、なので今日はちょっとお休みなのでモーニングに行きたいと思います。ちなみにあ、怖いご飯食べに行く？うん。うん、ちなみにいっちゃんもいるんですが、いっちゃんは今日まだ寝ております。パパ寝てる？まだ起きてるよ。あ、小亜美さんに言ったつもりがパパが返事しました。ねえねえ、じゃあさ、ね、かわいいさ、ここのお花見せて、見て見て、おいで。はい、ママママはこれ何？花。違うじゃん、ママ、ほらお花じゃなくてスヌーピーだよ。違う。違くないよ。マリちゃんいなかった。あ、マリちゃんいなかったね。昨日ね、私の友達のマリちゃんっていうお友達がお家に来たんですけど、小亜美さんがね、あのお昼寝してる間に帰っちゃったんですよ。そう、そしたらマリちゃんいなかったんだよね、起きたらね。で、寂しかったね。寂しかったねえねえ、寂しかったって言ったらさ、泣くの？さ、こんなちょっと普通の日常なんですが撮っていきたいと思います。絵本読む？ママいいよ、じゃあ一個持ってきて。いつも最近こうやって自分で椅子を持ってきて上に登って探します。もう毎日毎日綺麗にしてるんですが、朝起きたらもう絶対にこんな状態になります。あ、じゃあなんか一曲歌ってください。はい、はい、せーの。ねえねえ、あれはジャンボリミッキー。すごいね、ズンズンまで言ったの。ディズニーランド行きたいね。やりたいね。はい、ちょっと遊んでから行きます。私はその間に準備します。モーニングに行くとか言いつつ、まあ、ちょっといろいろ家でやってて、軽くね、小亜美さんは朝食べて、私といっちゃんは何も食べてないよね。で、ランチに来ました。今ランチ開くの待ってるんですけど、じゃん、なんて読むの？ハプナ。ハプナ、ハプナ、ハプナ。品川プリンスホテルのビュッフェに来ました。今待ってます。お腹空いた。ちなみに私は休日のお出かけなのにすっぴんです。汗だく。あ、いただきます。してないんじゃない、うん、ちゃんと言って。いただきますわ。ます。うん、オッケー。小亜美さんのをとりあえず取ってきました。あのプレートにね、たくさん入れてあげたかったんですけど、もう子連れだとそんなにいけないので、とりあえず小亜美さんの大好きなミルクパンと、あとコーンと豆乳の冷製ポタージュと、あとこれはしゃぶしゃぶですね、豚しゃぶを持ってきました。ちょっとだけごまだれつけてるんですけど。しゃぶしゃぶ。そう、しゃぶしゃぶね。そう言えたね、しゃぶしゃぶ。和洋折衷な感じなんですが、ちょっととりあえずこれ持ってきた。まあ、このお肉はほとんど私が食べると思うんですけど、もしも食べれたら食べてほしいなっていう感じですね。どう、味は？味は美味しい。全部入れないで、あ、ちぎってアームして、アーム。いつもね、お肉はいっぱい噛んでベって出しちゃう時もあるんですけど、やっぱりあの丸飲み防止というか、うどんとかご飯だったら結構丸飲みしちゃうことが多いので、食べさせられる時はこうやってお肉を食べさせてます。ちなみに味は薄めにしたいので、ほとんどタレはつけてません。ご飯も持ってきたの？うん、パン食べてるのに両方食べるし。もっとせっかくさ、ビュッフェ来てるんだから、もっとおかずいっぱい食べさせようよ。ほらご飯に行っちゃったじゃん。ちなみに大人用はいっちゃんにお願いしました。こんな感じ。とりあえずね、これは小亜美さんも食べられそうです。酸味はほとんどないネバネバあえみたいな感じですね。あとは麻婆豆腐とローストビーフと、いっちゃんはあれか、豚しゃぶにちょっとピリ辛つけたのね。柚子胡椒。
柚子胡椒か。スパイシー。あとはカレー食べてます。あと何回取りに行くの？6、7回は行く。嘘でしょ。あとこのスープ何？アサリ。アサリか。小網さんも食べられますね。はい、うん、あプーチじゃないスープ。小網さんはアサリのスープがお気に入りのようです。おいしい、おいしい。私も取ってきました。これは小網さん用です。まあ、あの外食の時はそんなに家よりかは気にせず食べさせてるんですけど、小網さんが好きそうなブロッコリーね、味なしと焼きなす、あと小網さん大好きなお豆腐にごまと鰹節を乗せて、白だしを本当に2滴ぐらいかけました。あとはチキンでしょ、あとコーン、あとポテトサラダを小網さんに取ってきました。ちなみに今のところ小網さんがよく食べてるのはパンとアサリのスープと、あとお肉も食べたね。で私はこちらのパスタ、あとこちらのピッツァを取ってきました。もう一つ小さいお皿に取ってもらっていいですか？違う、あのね、違うの、ここにパスタを乗せてもらおうと思ったの。そしたらね、このまま出てきたの。出てきちゃったの。ここの今のランチ半分ぐらいは子連れだね。すごい、あの子供にも食べられるメニューがたくさんあっていい感じ。私たち多分3人で来たの3回目ぐらいだよね。結構来てます。はい、じゃあいただきます。小網さん、今から初めてのアイス挑戦します。いちごだよ。何その顔。おいしい。結構いったね。冷たいのと、あといちごが酸っぱいのかな。あの小網さん結構ね、果物全部酸っぱいって言ってあんま食べないが、酸っぱい。おいしいけどもう終わり。あとここに口から出たものも出ちゃってます。これはちょっと見せない方がいいね。汚くて申し訳ないんですけど、ちょっと子供あるあるなんでしょうがないんですが、りっちゃんは一人で女子みたいなデザートを食べてます。すごい女子だよね、りっちゃんって。デザート大好きだもんね。小網さんは何をしてるの？あ、ふきふきしてくれたの。おー、すごいすごいすごい、ありがとね。お水飲む？汚いな、これ。ママのとこ汚いね。汚いね、ママ汚い。お水飲む？最近ね、コップで飲みたがるんですよ。マグじゃなくて、お家でも外でも一緒にしたいんだよね、パパとママと。はい、汗だくになりながら帰ってきました。とりあえずなんとですね、帰ってきたんですけど、小網さんは家に着いてからパン食べたいパン食べたいとか言い始めて、今きなこパンを食べております。トーストにきなこをまぶしただけのパン、おいしいですか？やばくないですか？ビュッフェ行った後にパン食べてます。まあ4歳から料金がかかるから無料だったんで、まあいいんですけど。でちょっとあのパパがね、お昼過ぎから家でお仕事なので、そのタイミングで一回帰ってきて、で小網さんはちょっと今からお昼寝します。そして今日ね、選挙なんですよ。なのでちょっと夕方からまた外に出て選挙にも行ってきたいと思います。おはよう。これって何？あなたは寝るときまだおしゃぶりしてるでしょ？プチャプチャ。パパいないね。パパあっち。そう、パパあっちじゃん。もしもししてたの？よくわかったの？起きてたの？じゃあプチャプチャ取って取って。はい、ドキンちゃんとアンパンマンおはようは？おはよう。ギュしてあげて、一緒に寝てたんだよ。アンパンマン行く？うん、行こっか。まさかのですね、今日まつげパーマ予約してるのを忘れてて、今行ってきました。じゃーん。いやー、よかったです。今まではメンテナンスって言ったら、ネイルはここ、まつげパーマはここみたいな感じで、エステはここ、でも
ごいいろんなところをね駆け巡ってたんですよ。でも今は小網さん生まれてからもう1分1秒大事、移動時間も短縮したいと思って家から歩いて通えるところにしてるんですよ。なのでまつげパーマもねやばい忘れてたって思ったんですけどすぐ来れました。で今、小網さんのお昼寝中の時は私も一緒に寝落ちしちゃったんですけど、その後にまつげパーマ来て、でもうちょっとで小網さんと、パパが来るんですね。その後に選挙に行ってきたいと思います。はい、あっという間に夜になって小網さんといっちゃんは寝ました。私もお風呂入ってすっきりな状態なんですが、今日は選挙に行った後に夜ご飯もねちょっと近くの子供が入れる全席禁煙の居酒屋さんみたいな安心な場所があるんですけどそこに行ってご飯を食べたので、ちょっとまあ昼も夜も外食で私は手抜きデーでした。やっぱね居酒屋系ってすごいいいんだよね。小網さんはいつも8時頃に寝るからいつも5時とか5時半とかに夜ご飯に行ってるんですけど、今日はね小網さんね焼きおにぎりとあとだし巻き卵とあとじゃことネギの冷ややっことハマグリのスープを飲んでました。結構ねいろんな食べ物があるからそこでじゃことネギの冷ややっこいいな家でも作ろうみたいなねそんな感じになった一日でした。ということで今日も何気ない一日を撮ってみたんですが、またお会いしましょう。バイバーイ。